今回は芝の名人対中村初段の対局を見ていきたいと思います。では初手から見ていきたいと思います。ネット後の対局ですね。中村初段が黒番ですね。芝の名人白番ということになりました。でこちらに黒挟んでいきましたね。下辺を大事にした手ですね。隅は白に。 取られるんですが変に展開して足早に打とうということですねだいぶ黒が足の速いね素敵になってるのかなと思いますで芝の名人はじっくりね手厚く重厚に打ってますね 中村手段どんどんね足早に展開していって白は挟んでいきましたねまあこれは一見これ厳しいように見えるんですけど部分的には黒が簡単にさばけるところではあります。こちらにつけて切っていくのがさばきの手筋でこれで部分的には黒が簡単にさばけるところですね。白としては当てて継ぐぐらいなんですけど。 これ出てくのは黒に切られて下当てられて下はわれてこれは全体の黒石が連絡してくる形ですからこれ白こっちに切ることできないんですよね。自分が当たりになっちゃうので切ることができないのでこれは黒がもう2子取りながらね連絡してるので3子と大体連絡系ですので。 これは白が失敗なんですねなので当てて次ぐらいなんですけどこれちょうどぴったり2線に曲がって黒渡ってる形なんですねこれやっぱり跳ね出していく手がないですから跳ね出しても黒切ってこの黒3種は取られないですからねこの白1種は取られてますからねこれはもうこれで黒さばき形なんですね白を押さえて まあ黒継ぎぐらいになるのでなかなかこのこちらに切った白石もどんどん上から押してって結構白が苦しい形ですから、まあ、これは黒がなんとか支えきれてる形なんですね、まあ、もうちょっと詳しくやると、まあ、これが効いて伸びてく手はあるんですが押されて、まあ、こういう形になったとして。 まあ結局まあダメ詰めますか白がこっち押さえたらこっちに黒が切りますしまあこれで黒はしのぎ形ですし白がこっちの次を打ったらまあこっちに曲がっていってこれは明らかに白の方が攻め合いは。 短いですからね、まあ、コスミが効いて押さえても大きいぐらい打ってねこれでまあ明らかにね白の方がもうダメ詰まってますから当たりですからね、まあ、これ黒は攻め合い大丈夫ですよね耐えてますね。なので、まあ、大体取れてるので取れてるというか、まあ、大体黒はしのぎはありますのでキりッとこの石取る手が見合いになってるようなとこなので。 まよく出てくる手筋なんですけどつけて切ればさばきはあるところですねなので黒は手抜きましたねさばきはあるということででこれ結構珍しい手でしたね中村初段の工夫した一手でまあ、コスミに対してかけてもう止めちゃおうということですね力強い一手でしたねでこのコスミがめちゃくちゃこれでかいんですよこれがめちゃくちゃいい手でしたね やはりこれ黒のつけできる手が相当有力なさばき筋なのでそれを封じた一手で,でこれで左辺のね黒の動き出しが相当苦しくなってますからめちゃくちゃこれがいい手なんですねこの白から出てね切っていく狙いもあるので左上は左上の黒に対しても 有力な手なので一石三鳥ぐらいの手なんですよねめちゃくちゃいい手ですねこの一手という感じの最善の一手だったかなと思いますまあ、ただ形成的には互角ですねまあ、黒はどんどん足早にね展開して、まあ、部分的には白がいい形ですけどまあ、全局で勝負しようというのが黒の構想ですね でつけてこれは鋭い一手でしたねまあこれし下とのね下ハウテとの交換になれば黒きかしですね、まあ、次となれば黒きかしてるかなとで打ち込んで、まあ、互角の戦いですねここも 3三に入ってまあこれ相手が日本のトッププロ棋士の名人ですから、ね、芝の名人ですからねいやこれ互角に戦ってるのがなんか当たり前のように言ってますけどめちゃくちゃすごいことなんですよねこの石が接近しての互角の戦いですから。 で黒はこのね4子がどうなるかなんですけどまあ結構危ないんですけど実際危ないんですけどこれはですね中村初段は捨て石だったんですねまあ実はこれで黒取られてしまっているんですが当てられて取られてるんですがこっちにねかける手がいい手でで白が1い手いかけたんですけど。 味が悪いのででこれ結構ね取られてるんですけど捨て石になってましてこれ上辺をよく見るとめちゃくちゃ黒がいい形になってましてこれ結構このまま地になると相当黒地が見込めますからこれ意外とバランス取れれれてて互角の別れなんですねこれがね相当発想が柔らかいというかね天才的なもう天才的な攻防ですよね。全く互角に 黒はここまで戦ってますねで、これ切りがやっぱり手厚くていい手ですねただ白のね、この薄みをついてく出て切ってく手が厳しい手でしたねただこれすごい厳しく見えたんですけどここがですね、中村初段一番強いところですからねこの戦いっていうのがこれがね、めちゃくちゃ黒が最強手によって なかなか白三歯と動けないんですよねいやこれはこれ早語ですからね早語でこの読みはすごいですね全く互角に戦ってるんですねでコスミがいい手ででここですねここでちょっと絶芸の評価値見てみましょうか絶芸の評価値出てると思うんですけどこれ今ね全く互角でどちらかというと全く互角 ではあるんですがどちらかといえば今ちょっとだけ黒が打ちやすいっていうちょっとだけ黒の評価値が上なんですね高いんですねこれこの評価値見えてると思うんですけどこれ黒60なんですよ68って出てるんですけどこれ実戦が打った手が黒60評価値68って出てるんですけどで絶芸が示してる手が まあ、実は最善の一手だったんですけど、これ五十九なんですね。だから、黒が最善に打っていれば、互角ではあるんですが、黒が少し。打ちやすかった局面なんですね。この百十手目まで、全く五分の、全く五分の戦いをしてた。ということがですね。もうすでに中村初段の。気力がですね。もう中盤までは。トッププロ相手に引きを。引けを取らない。まあ、互角の勝負ができる。 レベルままで来てるのかなと思いますで実戦は、まあ、実はここで評価値大きく下がったんですがこの羽以降の評価値が下がっていくんですが、まあ、実はこの羽が少し甘かったみたいでこの白の当て込みがこれ厳しかったんですねでこれに対して、まあ、黒が3子を取ったんですがこれがあっさり白に渡られてしまいましてこれがですね 黒がもっと厳しく攻めたかったところをあっさり渡られたのでここで形勢が白が優勢になったようですね。これれちちょょっっっとととあっさり渡られてはちょっと黒のの攻めが失敗したのかなと思いますで実はここを黒が最善で打ってればまだまだこれからの碁だったようでまあ絶芸の図が。 最強の図なんですけど跳ねねる手があったようです、ね、です出てくる手にはもう出ちゃってでこれで付けで渡れてるように見えるんだけど渡れてないんですねだから意味を説明するとこの当て込みに対してはもう下がっちゃうってうことなんですね。で切りに対してもついでこれはですねこの外側の五子が結構危ないので。 これがなかなか逃げれないのでその関係で黒はこれ耐えてるんですね全部、まあ、黒い白石どっか取ることができるんですねだから当て込みに対して下がる手があるのでこの羽がね厳しかったようですねなのでこれ外側から捨てるしかなくて で、こういう図になるんですけどこれ白石をですね全部取ることができたんですね黒が最善の手を打っていればで飛びにも出ておいてで白1っコスミぐらいなんですけどまこれでまあ大体これで一段落でこれでですね黒が全部ここ取れてるんですね。味は、猛烈に味は悪いんですがこれ。 この白石全部取れてまして。こう打ってれば。全く。互角だったようですね。だから本当に。一手ミスしただけで、もうそこまでは全然名人とね。全く五分の、ね、勝負をしていたということですね。でここら辺からちょっと評価値が大きく。動いてましたね。絶芸の。で黒はもう形勢が一気にこれで苦しくなったので。 まあ勝負手ですねこれ左辺の動き出しが勝負手なんですけど、まあ、ここからの名人の優勢になってからの手厚い打ち回しが見,ご見事でしたね。下につけて、まあ、これ時間つなぎですね早碁ということで。で羽一1本から、まあ、黒は助かるんですけど全体の黒石は。 こちらに抱える手がいい手でこれ白も生きてるんですね。まあ、なのでこれ黒結構ね形がものすごく石の効率が悪いので、まあ、これは白はそんなに損してないようですね。こここれ白がううまくここら辺はさばいたようですねでつないで,で黒の狙いとしてはこの左辺の白と左下の白を攻めるっていうのが黒の狙いなんですけどこれ下がりが冷静で。 で、この手もですね、左辺に対して攻めを睨みながら、左上の白地を削減した手なんですけど。こう下がりが、これがもう決め手になりましたね。これが見事なしのぎ筋でしたね。もさすがのしのぎでしたね。これでぴったり左下の白と左辺の白が味よく生きてるんですね。これ黒の下がりに対しては、これが狙いなんですけどね、黒は。これコスミでぴったり生きてるんですね。 これでぴったり生きてましてなんかこっちに目をね潰しに行ってもこれぴったり一線で一線を張っていってねこれ黒が猛烈なダメ詰マリなのでこれは渡ってるんですね。ということは渡ってるということは白が生きてますね。なのでこれ遮るんですけどまあ遮ってもまあこういうふうに打っても白生きてるのでなんかこっちに打ってもこっちに打ってこっちに目を取っても。 これはね曲がり4目のスペースなので、これ白は生きてますね。無条件で。まあ、というわけで、こう下がりがね。決め手になったのかなと思います。この後はしばらく打たれまして、白番の芝の名人の中をしがしとなりました。というわけで、今回はここら辺で終わりにしたいと思います。この動画が面白かったという方は、高評価とチャンネル登録をよろしくお願いします。ご視聴 ありがとうございました。